旅は徳川埋蔵金伝説じゃ。おお、埋蔵金にございますか。本当に埋めたのは、いや、わしが尾張名古屋海部の総徳川家康、陣形大東馬、我ら名古屋名物名古屋おもてなし部招待はぁ我ら名古屋おもてなし部招待、厳選によみがれて12年目じゃ、来る日も来る日もこの尾張国の魅力を皆に伝えておる。そんな我ら名古屋おもてなし部招待、厳選にては電波放送線、テレビもラジオもレギュラー番組を持つほどじゃ。そんな我らが直々に名古屋の魅力を伝えてまいろうというものじゃ。はっ、この度は徳川埋蔵金伝説じゃ。おお、埋蔵金にございますか。東馬よ、はっ、徳川埋蔵金といえば何を思い浮かべる。やはり金銀財宝ではございませんでしょうか。やはりそうじゃろ、そうじゃろ。どこに埋めたと思う。一説によると赤城山のふもとに。いな。ではその近くの日光東照宮の。いな、いな。では御生まれの地の岡崎。いな、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 いな。ではどこなのでしょうか。答えはの、は、名古屋城じゃ。名古屋城。お主とわしだけの秘密に出せ。これ南見とるんですか。いやいや、あんな片栗がどこにも繋がっておら。お主だけに教えてやるぞ。お願いいたします。この尾張国にある名古屋城というのは、わしが約400年前に建てた城である。ここにとあるものを植えた。とあるもの。そうじゃ。埋蔵金、金銀財宝ではござらず、その他に門、これを埋めたのじゃ。門。意外じゃろ。ほう。このわし徳川家康が築城した名古屋城にはな、埋まっておる門、うずみ門というものがある。おお、ございまする。そうじゃそうじゃ。このうずみ門というのはな、塀やなんかの下に植わってあってな、はあ、垂直に鳥につながってる、そういった門があるわけじゃ。これがうずみ門じゃ。何故それが埋蔵金。待て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 、話を最後まで聞くがよい。ご無礼いたしました。このうずみ門、実はの名古屋城の北側の水があるお堀につながっておるわけなんだ、はい。そしてこの堀というのは川につながっておる、はあ、そして勝川や上皇寺や木曽路を抜けるということじゃ、はあ、実はこの尾張国の殿様、まあわしの旧南方の吉直から続く尾張徳川家の殿様たちが有事の際に緊急脱出口として使うわけじゃ。はい、そのように聞いております。そして有事が収まり、また殿様が帰ってこれば、はあ、また豊かな世の中がその殿様を中心に、そして名古屋城を中心に町づくりやなんかと一緒に育まれていくわけです、はあ、ということで、この金銀銅や黒金鉄も埋めた名古屋城であるが、はあ、わしが埋めたのは門、すなわち門をくぐり抜けてその後にある未来こそが本当の埋蔵金なのじゃ。はあ、ということで、この徳川埋蔵金伝説、本当に埋めたのは未来であった、そしてそれは名古屋城であったという話じゃ。お見事にございます。拙者も金銀財宝という目がくらんでおっても、拙者はじきましてございます。ちなみにわしと関わりやすが亡くなった時に残された金銀財宝の総量は側金で使えるだけでも2兆円であった。桁が大きすぎて分かりません。まあ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 、ということであるぞ。またおさらばじゃ。ありがとうございます。さあ、そしてな、我ら名古屋おもてなし部招待に会いたくば名古屋城へ参れ。待っておるでんの。そしてこの動画に良いねと援軍チャンネル登録もよろしくお願いいたします。必ずやりです。さもなくば処す。処される前に、はお主であったら現世の貨幣価値で2兆円あれば何がいたしたい。名古屋城の空堀をシルコサンドで埋め尽くしまする。OK。 はい、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 はい